ああ、木曽さん、すいません、わざわざ来ていただいて。すいません、直接来ちゃいまして。どうぞ。すいません、本当に。いい。あ、というか、もしやそのスーツは。そうなんです。実は、スーツが、例のやつが出来上がったので、ちょっと直接お見せしようと思って来ちゃいました。すいません、持ってきていただいて。座っていただいて。はい。すいません。失礼します。お、いい感じ。綺麗ですね、スーツ。ええ。スーツの出来栄えとしては、ゼロ型で、もう従来と遜色ないと思いますので、はい、ぜひ着てみていただければと思います。あ、わかりました。じゃあ早速着てこようかな。いいですか。はい、すいません、ありがとうございます。ちょっとじゃあ、はい、ここでくつろいでいただけますか。ちょっと待ってます。はい、よろしくお願いします。いいスーツですね。いい感じですね。いやー、もうやっぱりゼロ型綺麗ですね、これね、本当に体のぴったりというか、いつもありがとうございます。バッチリです、仕上がりも。これところで、でもなんかウォッシャブルみたいな感じ全くしないんですけど、この素材って何が入ってるんでしたっけ。まあ、今回の企画としてはスタイルオーダーサロンでウォッシャブルのオーダースーツっていうのを提案するんですけど、はい、まあ、ウォッシャブルを、まあ、スーツで作ること自体がもともと結構難しくて。いや、そりゃそうですよね、はい、普通に考えたってだって毛人が入ってたりとか。あ、そうなんですよ、まさにそういうところですよね。考えてみると、その上質なスーツを作ろうと思えば思うほどウォッシャブルからこう離れていっちゃうようなところが対極ですもんね。そうなんですよ、どっちかというとね、軸としては、はい。まあ、星葉さんおっしゃるその本格的なこうスーツで毛人とかを使ってる、で、まあ、天然素材の真珠が肩周り襟周りで、まあ、立体的に綺麗に作ろうとすると、まあ、その天然の素材の真珠を使っているの で、 そ, うですよ、ね、それが表や 裏地とのこう縮率が違うので、まあ、違和感がやっぱり出てしまうと、表は縮まなくても裏だけギュッと縮んじゃったりとか。そうですね、真珠だけギュッと縮んじゃうと、うん、その差で縮率の差で、まあ、歪みが出ちゃ う、 っていう。そうすると着心地にも左右するし、す、外見的な部分にも響いてくる。はい、響いちゃうと。ところがいろんな試験をずっと繰り返してやってきて、やっとこう出来上がってきた、そういう感じですね。従来はやっぱりその毛人でその胸の膨らみ、肩の作りとか、それをこう立体的に美しく見せるためにこう毛人を使ってたところを、毛人を使わずにポリエステルのこう真珠で立体的にこうできるように、まあ、オリジナルのその真珠を使ってもらって、で綺麗なデザインをそのまま接着真珠でもこうちゃんと生かすことができる。それすごいですよね、はい、見た目はクラシックなわけじゃないですか。そうですね、でも内蔵物、まあ、中の話を聞いたりするとテクノロジーが最先端のものがこう利用されていて、実は洗えるようになってるとかっていうのは、革命ですよね。まあ、裾根がスタイルオーダーと49,000円からなんですけど、はい、1型2型の場合は、はい、そのウォッシャブル仕様でプラス1万円なので、はい、59,000円から作れるという感じです。え、それって普段は49,000円のもので、洗えるようになって59,000円でいいんですか。はいはい、まあ、プラス1万円だけするという感じです。まあ、1万円で大丈夫なんですか。1万円で大丈夫です。さっき言ってたこう縫製のこう工夫とかを全部、まあ、加工も含めてですね、はい、やって、はい、プラス1万円で。それすごいな。でゼロ型はもともと通常仕様のスーツにプラス2万円でゼロ型は作れるっていうふうになってるんですけど、ウォッシャブルにするっていう時には値段は上がらないので、まあ、通常プラス2万円とそのまま。え、じゃあ普通4万9000円がじゃあゼロ型、はい、1型でもゼロ型の場合は6万9000円ですよ ね、 2万円上がる、はい、でもそのまんまウォッシャブルになるって。ウォッシャブルでもそのままの値段でできます。これ革命ですね。すごいな。これはぜひちょっとね、試していただきたいなと思うんですけど、あとは今は在宅ワークも増えている中で、はい、まあ、いちいちクリーニングに外に出かけなくても、お家で洗えた方がいいっていう。それはありがたいですよね。やっぱり日本人は特に衛生意識が高い中で、さらにコロナで高くなってるっていうところもあるので、まあ、洗えるっていうのが本当にすごい安心感があるかなって思いますね。でもなんかそんな話を聞いてるとね、洗ってみたくなりますよね。そうですよね、なんか、はい、せっかくちょっと星葉さんの作ってもったいないので。いや、これできたばっかりですから、はい、洗う用のサンプルのスーツも持ってきたので、え、ちょっとそれで一回ちょっと洗って。あ、それはね、逆に安心です。これですか。はい、これ実はカタログでも使ってる。これあれですよね、展示会の時に見せていただいた。あ、そうですね、はい、でこれもゼロ型で作ってるんですけど、はい、
これ洗う時の注意ポイントとかってあるんですか、はい、そうですね、まあ、少しこういう大きめのネットをご用意いただいて、はい、これ結構でかいですけどね、ジャケットに関しては、はい、ボタンは閉じない状態で、はい、あ、ボタン閉じないんですね、はい、でペット折ると、うん、これ出張の時の、あ、そうですね、ね、スーツケースに入れ方ですね、はい、男性は比較的慣れてる折り方で、はい、ね、まあ、ネットがちっちゃかったら、まあ、はい、もう1回ぐらい折ってここくらいでも大丈夫です、はい、なるほど、ネットに入れると、はい、いうだけですけど、あ、そうなんですね、はい、ネットはやっぱり入れた方が他のものとこうぶつかるのをこう防いでくれるので、なるほど、生地の傷みも軽減されるんですかね、はい、そうですね、なるほど、はい、パンツはファスナーとかを締めます、はい、これなんでですか、これファスナー自体が生地に当たるのを防いでおくと、なるほど、ということですね、ここはこう一応止めておくと、はい、そしてまたクリスに合わせて2つに、そうですね、はい、で、まあ、大体2つだとちょっと長いので、まあ、三つ折りが普通かなという感じです、はい、なるほど、でこの状態でそのまま入れると、はい、すごいな、スーツこうやって洗おうなんて思ってもみなかったですよスーツ自分で洗ったことないですからね、僕。そうですよね、はい、普通はそうですね、前クリーニング屋さんにお願いって感じです、ね、いや普通そうですよ、で、まあ、他 の例えばデニムとかのシャツとかと一緒には洗わないで、はい、まあ、これだけで単独で洗っていただきたいんですけど、はい、このまま洗っちゃいます、水流はなるべく、水流は弱めにする、弱め、はい、で脱水を調整できるならちょっと短めにする、短め、はい、まあ、それぐらいですね、わかりました、はい、ちょっとじゃあ早速やってみたいと思います、はい、これすごいな、これちょっと一緒にじゃあ洗濯機行きます、はい、なんか結婚式のこうケーキ入刀みたいな感じになってます大丈夫ですか大丈夫ですこれからじゃあ洗濯機に、はい、うちの洗濯機もうシンプルなんです、うん、もうじゃあこのまま入れちゃっていいですか、大丈夫です、そのままで入れて、うん、標準時短頑固汚れ、まあいろいろあるんですけど、はい、おしゃれ着でいいですよね、おしゃれ着が、はい、一番いいですね、そうですよね、繊細な洗い方なので、わかりました、はい、じゃあこれで早速、うん、はい、行ってみたいと思います、はい、じゃあこれで、いやー、できました、ね、洗っちゃいましたよ一応出来上がりましたけどでもなんかちょっと不安なんですけど脱水まで行ったところですよね、そうですね、はい、ちょっとじゃあジャケットからちょっと出しましょうか、はい、あ、でもちょっとぐらいですね、普通はね、あ、でも、あ、濡れてますよ、でもちょっとかけてみましょう、はい、普通にかければいいんですよね、はい、なんかパンパンとかやった方がいいんですか、まあ見てたんですけどね、結構こんなもんなんですよ、これでパンパンってやるほどでもないなぐらいなんですね、大体僕も何回か洗ったんですけど、これでもし気になるところがあったら、なのでこうちょっと広げるとか、本当にシワが入ってたら その部分をこうパンパンってやってこう広げると、うん、あ、でもね、水に濡れてる感じは、そうです、はいはいはい、あ、でも、ええ、とりあえずこれで大丈夫ですか、はい、ほとんどそのままかけ方は大丈夫ですか、あ、大丈夫です、そしてパンツとクリースね、これどこか大丈夫かな、これもこのままで、はい、一応ねボタン止めて、そうですね、はい、そこは外す感じですね、そうクリース、はい、まあ、揃えやすいので外しても、まあ、外れなくても別に大丈夫ですけど、この方がこうピッと、なるほど、揃うの、干すのは上から下からどっちかだ、まあ、上の方がやっぱり重いので、はい、この状態、干すときはこの状態ですね、よく僕ね逆でやってました、いつも履いてるときは、はい、そうなんですよね、よく出張とか行って、はい、ホテルとかあるとどうしてもこっちかけて、そうですね、そうすると膝伸びるかなっていうイメージがあるんですけど、はい、こっちの方がいいんですね、それはそれで僕も毎日やってます、あで、ここのシワが取れるので、うん、それは重みで取るんですけど、はい、洗濯したときは、はい、これを上にして、そっちの方が、はい、じゃあちょっとかけてみましょうか、いいですか、はい、大丈夫です、まあ、これも、はい、まあ、気になるところって言っても、ええ、まあ、どっか気になったらピッピッとやるぐらいなんですけど、まあ、気にならないですけどね、もう大丈夫、はい、てか全然この状態で綺麗ですけどね、まあ、ちょっとね水のシミが気になるぐらいで、はい、でまあ、ウール100に比べるとウールポリエステルとかポリエステル100の方が乾きもしやすいです、もともと繊維の中に浸透しづらいんですね、ポリエステルとかの方が、なるほどね、これでも浸透してるところなんてこういうところですもんね、そうなんです、この辺はね、逆に言うとあんまり浸透してないですもんね、はい、結構なので比較的早く乾きます、うーん、はい、なるほど、わかりました、これ干す場所としてはあれですか、なるべく
日向、日陰、影干しなので、はい、日が当たらないところで干すと。干すと、はい、まあ、それだけですね。それだけ、はい、あとはじゃあ待つのみと、はい、いうことですかね。すごい簡単ですよね。これでいいんだな、はい、なるほど、わかりました。じゃあちょっと乾くまで、はい、しばしちょっと待ちましょう、はいはい、このまま待ってていただいていいですか、はい、さあいよいよあの急須さん乾いたということで、はい、実際に見てみていいですか、はい、もうなんか見る限りめちゃくちゃ綺麗ですけどね。そうですね、洗ったか洗ってないかよく分かんないと思いますいや全然分かんないですよ、はい、この辺だって綺麗ですし。そうですね、パンツもあクリス取れてないわ。そうなんです、クリスはもうなんか、まあ、やっぱりこれ後加工のおかげもあってピチッとしてますね。いや、アイロン しないでもない、ていうかアイロンしたみたいな感じじゃないですか。そうですね、すごいな。え、こちらに置いてあるのはちょっといいですか、はい、こちら選択してないんですけどね、はい、見比べてみると、はい、どこを見れば、え、全然分かんなくないですか、うん、ほんのちょっとなんですけど、はい、例えば肩のこことかはですね、はい、こう伊勢込んでるので、そこがこうやっぱり洗った後っていうのは少しこうこういう風にこうピリつくみたいなところはでもあるんですけど、マニカカミーチャといえばマニカカミーチャですよね。まあ元々そういう縫い方をしているので、そうですよね。これは実際着用すると別に綺麗に消えるものなので、なのでまあ特に問題はないんですけど、まあでも、全然わかんない。はい、例えば、まあ、こことかですね。はい、背中だって綺麗ですよ。そうですね、よく問題になるのは、はい、まあ、こういう背中心や脇っていうのはこう長い距離を縫ってるのですが、まあ、ここは全部縫ってるから大丈夫なんですけど、はい、まあ、ここがこう寄るとかですね、はい、ちょっと逆にそれ後ろ見せていただいてもいいですか。それがこれ洗ってない方ですね、はい、で、まあ、まあ全くこう寄れたりしてないので、いやいや全然わかんない。あと例えばこれサイドベンツですが、はい、そうするとこう止めてあるところにこう、はい、ここに洗ってるとやっぱり負荷がかかるんですね、はいはい、でこういうところに力が加わって、生地が裂けたりとか。そうなんですね、弱いものにはそういうのがこう裂けちゃったりとか、だいたい平気なんじゃないかって思われるかもしれないと思ったので、はい、まあ、普通は洗うとこうなるのよっていうダメバージョンも、あ、失敗例ですかこれ、はい、失敗バージョンも持ってきました。あ、でもこれでも見ても分かります、はい、あのこの辺ピリつきが出てるし。そうなんですよね、裏とか結構なんかこの辺もポケットのあたりとかね、バッチリこれは洗った感が背中がよく分かりますね、出てると思いますけど、ね、はい、ちょっとグズグズですもんね。そうですね、これはちょっとやっぱ全然この仕上がりとは違いますね、うん、やっぱりあれですね、分かります ね、 そうですね、めちゃくちゃ分かる。この生地もちょっとこのなんかブクブクしてるっていうことと、はい、あとここですね、ステッチのところが非常に分かりやすいですね。そうですね、縫ってる部分のこう周辺がやっぱりこうピリついちゃうというか、背中心はやっぱりこう距離が長いので縫ってる部分でこうだいぶ、確かにこれもそうで、ここもそうですね。そうですね、ブクついちゃってるのここもルイスですくい縫いをしてる部分なんですけど、あ、ここ生地がちょっと当たっちゃってます ね、 そうですね、ここは生地がこの段差があるので、ここがダメージがきちゃってます。で、まあ、さっき言ってたポイントのこう例えばサイドベンツのここの止める部分とかっていうのはこれはもう滑舌して、本当だ、生地が、もう生地が裂けちゃってるので、うん、これもちょっともう修復ができない状態です。あ、これはちょっとあれで残念な感じですね、はい、普通は洗うとこうなっちゃうっていう、ものですね、ですよね、はい、パンツもちょっと見てもいいですか。あ、はい、これは全然クリスも取れてないので全く取れてないです、はい、内側はめちゃくちゃ綺麗だなこれ、はい、こういうところ波打ったりもしないんですね。そうですね、すごい、ウォッシャブルってこれ洗っても全然洗った感全くないなこれ、はい、これ便利ですねなるほど、ね、これは驚いた。じゃあこれ、まあこれはまだあの洗うのやめておきますけど汚れてからね、汚れてから、はい、今洗いそうって言いそうになりましたけど、はい、もう全然汚れてないので、はい、これちょっとゼロ型はちょっと着て本当に気になるなと思ったらこの手順で僕もやってみたいと思います、はい、ということで、視聴者の皆さんぜひですね、高島屋スタイルオーダーサロン、今年開発した、まあ、1年がかりで開発した、ウォッシャブルスーツ、もう普通だったらできないこの技術をですね、なんとか頑張って開発したこのスーツ、本当に非常に綺麗ですし、このニューノーマルな
このコロナ禍の時代に非常に便利だと思いますので、ぜひですね一着手に入れて、いろいろ、そうですね、豊かな暮らしをしてみてはいかがでしょうか。ということで木曽路さん、すみません、わざわざ来ていただきましていい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日ね非常に勉強になりましたっていうのと、やってみたかった実験ができたんで、そうですね、すごくね楽しかったです。はい、はい、ということでまた皆さん、お会いしましょう。木曽路さん、ありがとうございました。ありがとうございます。